令和元年10月14日、兵庫加古川陸上競技場にて、2019X リーグディビジョン3ウエスト、愛知ゴールデンウィングス対佐藤建設スタンディングベアーズの一戦が今から行われます。試合開始14時20分キックオフ予定です。ただいまから試合開始前のコイントスを行います。手前側カラーブラックのユニフォームが愛知ゴールデンウィングス、奥側ホワイトのユニフォームが佐藤建設スタンディングベアーズです。佐藤建設レシーブ。愛知キックオフ、佐藤建設リターンで試合が始まります。佐藤建設ファースさん、フルバックのダイブプレー、キャリア47番。クイックパント、愛知自陣30ヤードからファーストダウン10。パス成功、ファーストダウン。パス成功、ファーストダウン。パス成功、タッチダウン。クォーターバック8番、ワイドレシーバー1番にパスを通し、1番エンドゾーンに飛び込みタッチダウン。愛知ゴールデンウィングス6点獲得。パス成功、ファーストダウン。パス成功、タッチダウン。クォーターバック8番、ワイドレシーバー1番にパスを通し、1番そのままエンドゾーンに走り込みタッチダウン。愛知ゴールデンウィングス6点獲得。パス成功。パス成功、タッチダウン。クォーターバック8番、ワイドレシーバー1番へのミドルゾーンへのパス、1番これをキャッチし、キャッチアンドランでエンドゾーンに飛び込みタッチダウン。愛知6点獲得です。佐藤建設ファーストダウン。QB サーク。ナイスラン、ファーストラン。QB サーク。QB サーク。クォーターバック17は再びプレーアクションのパスを投じようとしましたが、これも QB サーク。QB サーク。インターセプト。パス不成功。
クォーターバック17番右サイドライン際のロングパス、しかしパス不成功です。プレーナンバー4-22愛知自陣25ヤードからファーストダウン10。愛知ファーストダウン、ランニングバック17番中央突破を図り相手タックルをすり抜けファーストダウン獲得です。ここで試合時間がなくなりました。ゲームオーバー、試合終了です。ここで試合終了です。愛知ゴールデンウィングス20点佐藤建設スタンディングウェアズ0点で愛知ゴールデンウィングスの勝利となりました。試合終了となりまして愛知ゴールデンウィングス20点佐藤建設スタンディングベアーズ0点で愛知ゴールデンウィングスの勝利となりました。ちょっと待って。